子供たちの歌を聴きながら、桜子は家族に囲まれ、音楽に包まれていた有森家での日々を思い出していました。ねえ、お願いがあるだけど。桜子のピアノ。桜子の人生に寄り添い、喜びと悲しみ、別れと出会い、そして再会を見守り続けてきたピアノでした。その年の暮れ、東京で大成功を収めた東郷たちの展覧会が岡崎にやってきました。杉先生、杉先生、あ、お話を。先生、喋ることはねえ、いい加減にしてくれ。そう、先生、先生、あの先生、新しい作品の手を超えて。そして桜子は、検査の結果が良ければ展覧会に行ってもいいという言葉を医師からもらい、期待に胸を膨らませていました。いけそうですか？まあまあ、ほんの焦らんで。どうぞ。何でしょうか、お話って。まあ、どうぞ。松井さん、奥さんの状態ですが、実はあまり良くないんだ。え？今回は外出を許せても、この先病院を出られんくなるっちゅうことも考えといてもらいたいんだ。そんなに急に悪くなっとるんですか？病気が良くなるか悪くなるかなんて誰にもわからんのですよ。奥さんの場合はこの先悪くなる可能性が高い。それを確保しといてくださいっちゅうことです。また新しい曲か？うん、赤ちゃんのための曲。ピアノがなくてもメロディーは浮かんでくるもんで。ずいぶん書き溜めたな。うん、今はこんなことくらいしか、私赤ちゃんのためにしてやれることがないで。早く体治してうちに帰ろう。
おいで、一緒にピアノ弾こう。どうした辰彦さん。いや、俺も早く子供の顔が見たいよ。何かあるなら言って。私の体のこと？そんなんじゃない。ただ、ずいぶん頑張ったなと思ってな。乾杯！あいやー、それにしてもお客さんいっぱい入りましたね。大した熱気だった。みんな芸術に飢えてたんですね。いいもの書きゃ認められるってことよ。余韻、お前も随分記者連中に追いかけ回されてたみてえじゃねえかよ。絵描きにとっては本当にいい時代が来たわよね。これからは書いて書いて書きまくるわよ。今夜は飲みましょう。おし、すいません。おい、東郷、何やってんだよ、あんなとこ突っ立って。ほれ、まあ、飲めよな。東郷見てろ、俺はよ、このままじゃ終わんねえぞ。もうしばらくして海外渡航が自由になったらパリに行こうと思ってんだ。10年後見てろ、おめえより有名になってやるかんな。いいな、おめえは逃げるとこがあって。ん？よし、今日飲むか。猫じゃ猫じゃ歌ってやらんで。おし。猫じゃ猫じゃとおっしゃいますが、猫が猫が目だいで絞りの浴衣で来るものか。おっしゃいますが、猫が。まんどろだな。しとるとこ、最悪の場合も考えてくれって。どうぞこの人助かるんですか？答えてください。最善は尽くします。東郷さん、また逃げるの？ダメだよ、逃げちゃ。そうやってすぐ楽になろうとするんだから、東郷さんは。
東郷さんはここにおって、フェー姉ちゃんやカズちゃんやトオルちゃんのそばにずっとずっとおってあげて。東郷さんがおらんくなったらお姉ちゃんは寂しがって死んじゃうよ。たら目の前ね、おめえとトオルとカズ子の顔が浮かんできてさ、振り払っても振り払っても消えねえのさ。東郷東郷っておめえの声がうるさくてな。うるせえなおめえは。バカ。どうした、眠れんのか。なんでもない。ねえ達彦さん、命ってどっから来ると思う？ん？私はね、空から来るような気がしてならんの。空から？うん、太陽や月や星が輝いてるところから。